はいいどうも秘密が発注でございます今回はシアンモア記念、水沢11です、M1、まあ、つまりあの盛岡、水沢、あの岩手のグレード1レースですね、まあ、ダート1600メートル、こちらの予想をしていきたいと思います。やっぱね、水沢のね M1 ということでね、あの岩手の重賞戦線のトップクラスが、今度は万全な調子で出てくるということを考えるとね、こんな感じで予想をしていきたいと思います。 まあ今回も軸は5番の東ウィル・ウィン、まあ、東京ダービー馬ですしね移籍後はマイル路線で花開きました、まあ、そうなってくると前走の敗戦も、まあ、あの岩手特有の、まあ、岩手特有じゃないけど他の競馬場もあるけど、まあ、冬休み期間明け休み明けということで1つ叩いてこここそ真の実力を発揮してくれるだろうということでねもう一度軸でいきたいと思います。 まあそして2番の大勢ブラスト、まあ、前走ねこのコースで赤松賞3着と健闘しました、まあ、その前は連勝してきてますしね今好調ということを考えるとこれもね紐には拾っておかなければならない一頭だとは思います、まあ、そして6番チャイヤプーンこのまま人気しそうですね前走もまあ勝ちきったとただまあ小林分序で まあ、大井で、ね、走っていてい小林文序の旧車所属だったということは、販路で多分バリバリに調教してた、販路コースが使え,使えたわけなんですけども、そういった調整過程のパターンが減って、まあ、2000、3000ぐらいでね、まっ、あ、たガス欠というかパターンが減ることによって体重が増えてきてしまったりとか、そういったことが結構起こりがちなんですね。まあ、それでなくても今度は東ビルウィンがマックスで出てくるはずだということを考えると、南関東での実績という点でも、 比較してみれば東ウィルウィンの方が上だと、ダービーバですからね、そういったことを考えると、今回、ひもまでという評価でいいのかなというふうに思っています。そして7番、サンキュー。この馬もね、赤松賞の2着馬ということで、転入2戦目。この馬もどこまでそこら辺の貯金が残っているかというところも含めてなんですけども、もう1回、ひもには拾っておきましょう。そして10番、ランガディア。 まあ交流重傷で去年3着という構想がありましたこの馬もだからあの休み明けということで前走の敗因は明らかな馬ですね上昇が期待できるということで赤松賞が休み明けだった組を軸にですね考えていくのがいいんじゃないかなというふうに思って、まあ、5番軸変えるんだったら10番軸だけれどもこの2頭の勝負付けってことを考えてもまあ東ウィルウィンからでいいんじゃないかなというふうに思います。 まあそんなわけでね、M1 はこちら、M1 競争はね、こちらのフレガムスポーツデーにりましたけれども、G1NHK マイルカップ等はこちら、フレガム TV の方でね、やったりしてますのでね、メインチャンネル。まあ、こちらの方も含めてよろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。